さんこんにちは。Welcome back to my channel. Hola a todos. ¿Cómo están? ゆうゆうでーす。イエーイ。今日はですね、はい、ゆうすけさんと、はい、日本のお菓子、うん、トップ5をしたいと思います。はい。あのみんなに結構、うん、日本のお菓子をおすすめしてほしいって言われるんですけど、お菓子の動画なんか一人でやっても、うん、なんか面白くないなと思って。まあね、やっぱり友達でのお菓子だからね。そうそうそう、一、うん、人で食べてしまうので私。確かに確かに、うん。トップ10とか言ったらもう次の日には全部のお菓子なくなってるので。ニキビも出るしね。ちょっと危ないので、はい、ゆうすけさんとやりたいと思います。OK! 早速、はい、ナンバー5。5!はい、行きましょう。じゃあ私から言っていいですか？いいよ、いいよ。私のナンバー5は、はい。ドゥルル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 これね、あの、さつまいも、焼き芋の、まあ、スナックですね。チップスになるの？チップって、そうですね。まあ、なんか、ポテトチップスとはちょっと違うけど、うん、ちょっと、食べてみましょう。食べてみよう。行きましょう。でも、これが大好きで、秋になったらなんかもう、週4日ぐらいで。割と食べるな。週4日ぐらいで。割と食べるね。どうぞどうぞ。行きます、じゃあ、いただきます。あ、ポテトチップスじゃないわ、これ。そうそうそう。じゃあ一緒に食べましょうか。はい、いただきまーす。いただきまーす。うん。サクサクしてるし、うん、なんかこう癖がないんですよ。なんかこう強くなくて、うん、優しく、うん、ほんのり香る、うん、焼き芋の味。ポテトチップスじゃない。これはポテトチップスじゃない。これすごくね、軽い。そうなんですよ。軽くてすごく甘くもないし、すごくしょっぱくもないし、ちょうどいい。ナチュラルだね。そうだからこれを食べ始めたら、うん、なんか半分で止まったこととかないですね。もうだから全部全部全部食べちゃう。いっちゃうよね。うん。いや皆さん、うん、秋以外にも時々スーパーで売ってるので、うん、ちょっと探してみてください。はいはいはい。本当におすすめ。これ初めて見たわ。これね、なんか甘党の人、うん、甘いものが好きな人、うん、甘党って言うんですけど、甘党の人も好きだし、うん、しょっぱい系、うんね、ポテトチップスとかしょっぱいものが好きな人にも人気がある、うん、ねー。これ僕お酒飲むのが好きなんだけど、うん、何でもいけると思う。ビールでもいいし、焼酎でもいいし、うん、日本酒でも合うと思うな。そう、うん、なかなかいいチョイスだわ。そう、持って帰ってくださいメキシコに、ニリアさんに。そうだね、うん、そうだね、お土産として、うん、はい。じゃあユウスケさんのナンバー5は何ですか？はい、僕もね、同じ系統ですわ。おナンバー5いきます。ドル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 デデーン。あ、カラムーチョ。メキシコだからね、やっぱ辛い。カラムーチョ。これさ、まあ、もうみんな知ってるよね。いや、もう知ってます、知ってます。知ってる。これも日本ではみんな知ってる、はい、あれですけど、まあスペイン語ですよね。辛いとムチョ。え、これスペイン語なんですか？わかんないけど。いや、辛いとムチョで辛ムチョなんじゃない？いや、わかんない。ハパニョール。ハパニョールだよね。食べてみる？食べてみる。ミク、メキシコにいた時辛いの食べてなかったっけ？めっちゃ食べてましたけど、うん、そんなに辛いもの、あの、得意じゃないんですよね。はいはいはい。でもね、どうぞどうぞ。ちょっと、いいですか？はい、これね、ちょっとポテトチップスとして珍しい形なんだよね、これね。もうちっちゃくて食べやすい、はい、いただきます。いただきます。うん、これこれ。あ、そっか、全然辛くないわ。辛くないでしょ？辛くない、あ、いい感じの辛さ。あのね、甘いし、ちょっと、うん、ちょっとちょっと辛いかなぐらいの。ピリ辛。うん。ピリ辛、ちょっとだけ。いい言葉ですね、ピリ辛。ちょっと辛い。ちょっと辛い、ピリ辛で。そうそうそう。いや、全然いけますね。これは、うん、ビールに合いますね。そうなんだよ。
やっぱりお菓子を選ぶときにビールに合うか合わないかって結構大切ですよね。大切大切なのよそう、酒飲み酒飲みだからね。そういや美味しい。うん、でもこれ食べ続けると結構辛いよね。確かに。うん、なんかうわ辛じゃないけど、うん、そうだから、もしなんか外国の人がねこれ見たらさ、すごい辛そうじゃん。だってホットチリ味ですからね確かに、うん、でも怖がらないで食べてごらん、うん、誰食べてごらんはい、これカラムーチョでした。はい、おー、じゃあ次、はい、ナンバー4、うん、いや、ナンバー4ちょっと似てるな。ほんと？ダララ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 ラ、じゃじゃん、お、スッパムーチョ。そっちかそっちか。これはカラムーチョで、うん、これはスッパムーチョ。これいい勉強になりますね。ね、辛いはピカンテですね、スパイシー、うん、スパイシー。酸っぱいはサワーですね、うん、何でしたっけ、アシド、アシド、うん、酸っぱムーチョはこれですね、梅干しの味です。はい、これおばあちゃんなんだよね。顔、うん、顔違うよね。あ、そうやそうや、後ろに、そうだね、かわいいよね、おばあちゃんのね、かわいいおばあちゃんのね、はい、イラストも描いてて。食べてみましょうか。いや、なかなか、うん、海外に梅干しのお菓子ないですよね、うん、ないね。そう、だから、うん、日本限定かな。そうだね、なんかこれお土産で買って向こうの友達と一緒に食べて、こんな味なんだっていうのを一緒にこう話しながら食べるのは面白いと思う。面白く、ね、手がベタベタしてる。あげようか、あげますよ。もう触ったからベタベタしてますよいけるいける、いけます、いけないこれビッて開けちゃうよ。それもできなかったね、今いや、これで拭いたよ。これで拭いたらダメですよ。あ、いったいったいった、はい、ありがとうございます。これは食べたことありますか。あるね。そうそう、自分では選ばないかな。ありがとうございます。いや、これもこれも同じスタイルだよね。そう、うん、同じスタイル。いきましょうか、いただきます、はい、あ、うん、美味しいですよね。美味しい。これは、うん、なんだろう、なんだろうな、塩だけじゃなくて、うん、ちょっと甘くてちょっと酸っぱい。酸っぱいのもそうだけど、この梅の香りがすごい、ね、シソっていうのかな。そうそうそう、シソってなんだろう、海外で食べないよね、多分。見たことないですね。お、葉っぱ、うんうん、そう、シソっていう葉っぱがあって、その葉っぱの香りがすごい強い。そう、なんかなかなか海外では食べられないので、うん、皆さんぜひぜひカラムーチョだけじゃなくてスーパームーチョ、スーパームーチョなんかいた、なんか出てきましたね、もう出てきちゃった、ね、出てきちゃった。やっぱスペイン語聞くとねスーパームーチョもありますので、うん、セットで買って、うん、これ小さいバージョンもあるのでね。いいよね、この小さいバージョンね、うんうんうん、はい、ぜひぜひこれ後で食べよう。はいはい、じゃあゆうすけさんの、はい、第4位、4位ですね、すいません、いきます、第4位、ドルル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 ル、こちらじゃじゃん、ピュレグミですね、グミ、かわいいえ、しかもかわいいじゃないですか、いやでしょ、チョイスが、うん、キュンと多肉食感かわいいでしょ、かわいい、うん、あ、心晴れる甘酸っぱさちょっとこれちゃんと翻訳英語で入れといてね、心晴れる甘酸っぱさ入れときますね。はい、そうなんだよね。いやー、ゆうすけさんっぽくないチョイスですね。なんかもっと酒飲みの感じ、酒飲みな、いやちょっとトップ5が来るのかなと思ったら、いや俺結構これね買ってたね。いや美味しい。ちょっとじゃあ1個どうぞ。 ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きましょう。こんな感じでね、かわいいんだよ、ね、ハートの形、ハートっぽい、もうちょっとハート頑張れよって感じだけどね確かに、はい、行きます、いただきます。うん、あー、これこれ久しぶりに食べた、酸っぱいんです、すごく、うん、これさ高校の時よく買ってたわ。
これ結構前からありますよね。これね、さっきミクとも話してたんだけど、うん、日本に長い間住んでないからさ、俺のトップ5、高校時代から多分泊まってるんだ。で、今31でしょ？で、高校の時が15歳とかだから、うん、15年ぐらい前からあるって、うん。で、今でもあるってことは、やっぱ相当美味しいってことだと思う。今でも売れてるってことですね。はい。ということで、これ。美味しかった。これ結構いろんな味ありますよね。あるある。これはグレープ味。うん。なんか桃とか、うん、レモンとかもありますよね。あるある。やっぱね、なんだろう。世界でグミって食べられるじゃん、うん、ね、ハリボーとかさ、いろんな有名なグミもあるけど、うんうん、やっぱ日本のグミって味がすごいスペシャルな感じ。なんか甘くなくて、しかもハリボーとかって結構弾力がありますよね。結構硬いじゃないですか。硬い硬い。これ結構柔らかくて、柔らかいんだよ。なんていうのかな、優しい。グミのイメージ変わると思うな。うん、ぜひぜひお願いします。スポンサーとかじゃないの、ね、じゃないで、そうね。お願いします。はい、じゃあ次、はい、ナンバー3いきましょうか。はいはいはい、ナンバー3、ドララ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 ラ、はい、じゃじゃん、チーザー。いや、もうゆうすけさんこれ好きですよ、多分。だろうね。これもチーズの味がこう凝縮されてる、ギュッと詰まってる感じで、うん、焦がしチーズってこと、チーズチップスみたいな。そう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 、もう2倍旨味が濃いって書いてるので、もう私チーズ好きなんですよ。もうチーズ大好きで、ね、うんうんうん、なんかハムにチーズ挟んで食べたりとかするんですよ、私。ハムにチーズを挟んで食べる。なるほどね。もうチーズが大好きすぎて、うん、なんかこれはね、もう本当にチーズそのままって感じ。なるほど。で、そのチーズ好きのミクからしてもすごいチーズ。もう本当にチーズ。おお。本当にチーズってちょっとね、日本語おかしいんですけど、本当に。じゃあ行きますね。はい。あ、結構、なんだろう。いやでもどうだろう、チーズ嫌いな人には。あ、チーズ好き、チーズ好き。こんな感じで。行きましょう。いただきます。あ、もうチーズでしょ。うん。濃いでしょ。濃いわ。これチーズだわ。本当にチーズをカリカリに焼いたお菓子です。うん、うん、なんかさ、チーズを鉄板でさ、うん、ずーっとこう焼いていくとこう焦げるじゃん。でもあれって硬いじゃん、結構。なんか、あの味だけど、スナックみたいな。すごいね、これ。いや、すごいんですよ。え、これ、いつでできたかな？いや、これは知らねえよ、僕。知らねえよ。いや、わかん、え、多分5年ぐらい前に出てきたのかな、うん、多分。もうこれビールに合いますから。そうだね、帰りに買ってってください。わかりました、はい、これ買って、じゃあ今日は晩酌だな。晩酌晩酌、新しいことは晩酌、ぜひ覚えてください。はい、はい、次行きましょう。はい、ゆうすけさんの第3位は、第3位、いきます。ドルル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 ルン、明治アーモンドナッツ。出たー。アーモンドナッツじゃねえ。アーモンドナッツじゃ、ナッツナッツじゃねえ。アーモンドチョコ。チョコレート。うん。いや、これは美味しい。これさ、俺、高校生の時に水泳をやってたんだけど、うん、やっぱこう、カロリーをね、取るのってすごく大事だから、毎朝、これ1個と、お弁当をバッグの中に入れて。あ、毎朝食べてたんじゃなくて。毎朝ではない、あの、びっくりした。その、練習が終わった後とかね。アーモンドもすごい体にいいから。そうですね、そう、取ってたんすよ。ただこれ食べるとニキビができる。ニキビも皆さん覚えてくださいね。え、なんだっけね、ピンポーかな。うん、アクネでね、スペイン語だとね。どうぞ。あ、なんかちっちゃくなってる。もっと大きかったよ。いや、こんなんでしたよ。うそ。変わってないですよ。これ中にね、アーモンドが入ってるんですよ。アーモンドが入ってるんですよね。はい、じゃあ行きましょうか。もうこれも皆さん想像できると思う。うん。美味しい。これさ、あの、ミグみたいにこう、グッてこう、食べる派とさ、うん、舐める派がいるんだけど、僕は舐める派なんですよ。あー、私はね、すぐ噛んでなくなる派。うん、そうなんですよ。でも、今日はね、撮影なので噛みますけど、私が食べるときは、もう、アーモンドが出てくるまで、待つ。いや、待てないですね。待てない、私。
チョコレートの会社って日本にはいろいろあるんですよ、うん、ただ僕が一番好きな甘いチョコレートの会社は明治のチョコレート。スポンサーじゃないですねそう、明治のチョコレートの味が好きだから、うん、明治のアーモンドチョコを選びました。なるほどなるほど。はい、なんか海外のお菓子って、うん、チョコレートのお菓子ってもう甘すぎて食べれないものとかあるじゃないですか、うんうんうん、メキシコどうだったかな、わかんないんですけど。そうだね、ちょっとこうジャリッとこう砂糖を感じるよね。砂糖を感じる、うん、甘すぎ、まあ甘いんですけど、うん、海外のチョコレートに比べてそんなに甘くない気がする。うん、まあそうだね、うん、だから、うん、いくらでも食べられてしまう。そうね、ぜひぜひ。なんか旅行する人とか、うんうんうん、日本の中で旅行してちょっとほらお腹空いた時に食べたいとかいう人はこれ買ってなんかどっか行ってもいいかもしれない。確かに、はい、お願いします。いいですね。はい、いや私もそれ選ぼうかなって思ったんですけど。あ、そうなの。そう、でもこれが勝っちゃいました。ドルルルルルル第2位、はい、ドルル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 チョコパーイ出ました。これは知ってるぞ。いや、これももう昔からありますよ、うん、これもう本当に大好きで、うん、これ朝ごはんに食べたりしますね。うん、まあまあでもそんな感じだよね。もう中に懐かしい6個ぐらいチョコパイが入ってて、うん、ね、もうなんか子供の時に、うん、時々お母さんが買ってきてくれるんですよ。あー、なるほどね。だからこれちょっと高いから他のお菓子に比べて。そうだね。時々帰ってきてこれがあった時はもうテンション上がる。なるほどね。テンション上がるっていうのはね、 I get excited ですね。うん、テンション上がるね。テンション上がる。これどうぞどうぞ。ありがとう。で、その大好きな6個しかないうちの1つをチョコパイ。これじゃあちょっと割ってみよう。これ割れそうだと思う。あ、柔らかいんだよね。結構大きいんですね。こんな感じだよね。トゥルルルルル。そうそうそう、柔らかいんだよ。そう、いただきます。あー、うん、軽い。そうそう、私生クリームも好きなので、うん、これね、食べたら水分がなくなるので、うん、あー、そうね、喋れないですね一回この後休憩だね。この後休憩。なんだろう、こうすごくパンとクッキーの間みたいな、うん、そう、どちらかというとパンっぽいよね。うん、こう外はチョコレートで、うん、こうカバーされてて、うん、中のね生地がふわふわなんですよ、うん、ふわふわ、言葉覚えてね、ふわふわ、うん、でその間に生クリームも入ってて、うん、いや、これは美味しい、うん、これ海外にあるかな、こういうお菓子。ありそうですけど、なん結構あるけど、でも多分この味の感じがね、やっぱちょっと違うから面白いと思うな、うん、甘くなくて、日本人ってさ、きっと甘すぎないっていうポイントとふわふわっていうポイントすごく大切にするじゃん。あとね、カリカリ。ああ、そうね、そう、こういうお菓子だったら、うん、スナックだったらもうカリカリが大事。そう、なんかね、やっぱ海外のお菓子にないこの食感を大切にする感じが。あー、そうですね、あるかもしれないな。日本人の食へのこだわりね、を感じる。これめちゃめちゃ長いよね。いや、これロングセラーだよね。これ多分私のお父さんとかお母さんが若い時からあるんじゃないか。50年、60年ぐらいあんじゃないの。うん、ちょっとわかんないですけど、うん、だからここでテロップで今何年目ですはい、水分なくなった。うん、それ半分に抑えといたけど好物だからね、食べてください、食べてください。いや、これ止まらなくなるんですよね。あ、そうね、はい、はい、どうぞどうぞ。俺もう外見てるもん早くしろみたいな感じでね確かに半分で止めとけばよかった。いやいや、そんなことないですよ。ちょっと一旦水休憩入ります。ゆうすけさんの、はい、第2位お願いします。第2位いきます。第2位はこちら、ドーン、トッポ。あー、出た。これ、ね、これ大好き。大好きでしょ。大好きです。大好きでしょ、うん、俺さ、世界で有名なこのね、棒菓子といえばやっぱポッキーなんですよ。そうですね、そうですね。でも、ポッキーの50倍は美味しいと思う怒られちゃうね。ポッキー好きな人みんなね、敵に回しました、ね、でもさ、
海外で売ってなくない？確かに売ってない。ポッキーはどこでも買えると思う。そう、要は、ポッキーってみんな知ってるし、どこでも売ってるから、やっぱ日本といえばポッキーって思うけど、うん、日本に行ったらポッキーは買わないで、ぜひトップを買ってもらいたいあの、スポンサーじゃないですけどね、はい、でポッキーは外にチョコレートがあるんですけど、うん、トップは中に入ってるんですよ。中に入ってるんですよ、これがね、これがね、ちょっと開け方もちゃんと書いてあったわ、日本だからね。いや、書いてますよね、日本、うん、まあ読まないよね、うん、はい、どうぞ。はい、こんな感じで中にチョコレートが入ってます。そうそうそう、子供の時タバコとか言ってこいって言われてやってた、やってた、やってたよね、タバコって割れてね。そう、いただきましょうか、すいませんいただきます、はい、美味しい。これなんだよ、カリカリしてるし、うん、中はね、全部チョコレートが詰まってて、うん、うん、なんていうのかな、やっぱポッキーはどちらかというとクッキーのところがさ、サクサクしてるじゃん。うん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 、なんていうの、こう柔らかい、うんうんうん、クッキーも、こっちはどちらかというともうちょっと硬いじゃん。確かに、カリカリしてる。大好きなんですよ。でこれちゃんと下までチョコレートが入ってます、ね。入ってますからね。ポッキーは下の部分チョコレートついてない。そう、あれはね、手が汚れないようになんだけど、うん、これは外がクッキーっていうか外があれだから全部食べる。全部チョコレート食べれる。だから、え、日本に行ってポッキー買ったの？俺トッポみたいな、ちょっと俺日本知ってるよっていう感じも出せるから。確かに、ぜひぜひこれ知ってるみたいな。そう、ね、買ってほしい。これめちゃめちゃ古いお菓子ですからね。そうですね、うん、子供の時からありますね、うん、うん、はい、じゃあ第2位でした。はい、じゃあいきますね。うん、第1位、はい、私が日本で好きなお菓子第1位は、うん、ドルル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 じゃじゃーん、カントリーマーム。あー、カントリーマームか。でもね、カントリーマ、ただのカントリーマームじゃないんですよ。カントリーマームチョコまみれ。これでもちょっとね、待てなくて昨日ちょっと食べちゃったんですけど昨日食べちゃったからもう空いてるんですけど、うん、いや、カントリーマーム皆さん知ってますよね、うん、でも最近、2021年かな、うん、カントリーマームをさらに外からチョコでコーティングしたチョコまみれっていうのが出たんですよ、うん、なるほどね。もうチョコ好きにはたまらない、本当に好きです、これは。これカントリーマームってさ、めちゃめちゃ古いお菓子で、なんていうのかな、こうクッキーとはまた違うんだよね。柔らかいんだよね。柔らかくて中がしっとりしてるんですよ。しっとり出た、新しいオノマトペ。しっとり出たそう、しっとりしてるの。で、それさらにチョコレートが周りについてるので、見てくださいよこれ。もうちょっとまあ普通のカントリーマームより小さいんですけど、うん、もうチョコですよね。あ、すげえチョコだね。いただきます。いただきます。うん、なるほどね、なるほど。でこれカロリーすごいですよ皆さん。多分ね、これ1枚 100カロリー以上あると思います、ね、おにぎり1個分ぐらい、おにぎり1個分ぐらい、うん、なるほどね。これ最近出たんですよ。新しいわ。新しいけどうまい。これさカントリーマームのさ、オリジナルのチョコって、うん、チョコクッキーの中にチョコがちょっと入ってるじゃん。そうで、あれ子供の時はさ、あのチョコレートもっと多ければいいのになって思ってたよね。思ってましたよね。思ってた。叶えてくれてるね。叶えてくれた、夢が叶った。本当だよ、これすごいね。いや、チョコまみれすごいもん。うん、で、ちょっと絵も可愛いしね。チョコをね、チョコの中につけたチョコレートフォンデュのクッキーみたいな、うん、これすごいね。で、しかもこれカタカナとひらがなだから、なんかこう、日本語勉強してるね、友達にあげたら読めるからいいよねチョコまみれ
かわいい。いやもう皆さんぜひぜひ食べてみてください。なるほど、はい、これ私の第1位。第1位両方チョコレート、まあ、第2位第1位チョコレートですね。はい、チョコレートになっちゃうね。なっちゃいますね。うん、じゃあゆうすけさん、はい、1位お願いします。1位はですね、もうこちらです。もうこれ絶対間違いないから。じゃじゃん、ブラックサンダー出たー出たー、ブラックサンダー。これ、ほんと好き、はい、大好きでしょ。大好きです。これ、こうやってパッてもらったらめちゃめちゃテンション上がるでしょ。ありがとうございます。うん、2つ買ってきたからそう、これね、これチョコレートクッキーなんですよ。ただこれ、駄菓子っていうカテゴリーで安いんだよね。そうですね、1個30円とか高くなったよね、うん、30円とか20円とかだったかな前はね。そうでしたね、うん、これ今いくらですか。わかんない、ちょっと高くなったかもしれないですけど、うん、なんか普通のお菓子って、うん、こう例えばね、こういうお菓子だったら1回開けたら全部食べなきゃいけない。まあ全部食べなくてもいいんですけど、うん、まあまあまあ、ね、早く食べなきゃいけないじゃないですか、うん、でこういう本当に小さいお菓子だったら、うん、ちょっと昼ご飯の後に1個だけ食べるとか、うん、これコンビニに売ってるんですよ。もう売ってないところないから。売ってないところない。そうそう、だからどこでも見つけられるし簡単に手に入るし、うん、そうね、そうなんですよ。で僕ほら何回も日本に帰ってきてはメキシコに戻ってるじゃん、はい、やっぱお土産を買っていかなきゃいけないんだよね。うーん、でいろいろこうお土産を買って友達に渡してこう反応リアクションをこう見るじゃん、うん、一番いい。あ、そうですか。一番いい。へー、でしかもさ、こうちっちゃいから、うん、その一人一個でいっぱい買っといて向こうにこう国に戻ったら友達にこうやって配れる。これバラ巻きって言うんだけど、バラ巻きのお土産にすっげーいいと思うんだ。確かに確かに、だから日本に来る外国人にとってはこれいいですね。めちゃめちゃいいと思う。で、これ最近なんか抹茶バージョンも出てるんですよ。あ、そうなんだ。そう、儲かってますよ、これ。儲かってますよ、儲かってます、有楽さんね、はい、これ食べましょうか。じゃあいきましょう。チョコレートばっかりなんですかね。いやもう嬉しいですよ、天国ですよ、はい、いや、いただきます。あ、開けられる？開けます。こんな感じでね。あ、はい、これもちょっとね。そう、ちょっとね。周りにチョコがいっぱいついてますね。うん、はい。いただきまーす。うん。これ、これ、これ。中がサクサクしてる。うん。ね、食感も楽しめるし。そうなんだよ。で、クッキーがココア味なんだよね。もう、これがたまんないよね。これね。思い出があって、うん、多分このブラックサンダーが出始めたのが僕が高校生の時だったと思うんだよね、うん、ですっごいブームになって、そうですね、で、うん、その高校の近くにセブンイレブンがあったんだけど、はい、もうブラックサンダー出たらみんな買っちゃうみたいなブラックサンダー戦争が起こるぐらい。ブラックサンダー戦争、いや本当よそうね、でやっぱ買えた時は嬉しいし、うん、うん、スーパー行ってあったらあったっつってねえ、そうなんですよ。ブラックサンダー、そういうね昔の思い出とかもありますよね。そうなの、そう、なんかお菓子ってなんか昔からあるやつはやっぱり思い出もある、うん、その先のチョコパイもそうですけど、うん、なんか昔ねテンション上がった思い出とかありますね、うん、でさやっぱ古めのさ、うん、お菓子知ってると日本人との会話になった時にちょっと言うだけでさ、知ってんのみたいな。確かに、そう、確かに。なのでこういうカラムーチョとか見せてね、これ、これビールに合うんですよねとか言ったらね、うん、なんか分かってるなみたいな、日本人じゃん知ってるねみたいな、うん、になりますから。そう、ぜひぜひ皆さん、まあこれ以外にも いや昨日ね、はい、私スーパー行ったんですよ、うん、はいはいはい、トップ5選ぼうと思ったら、うん、もう10分ぐらいで いけると思ったんですけど、うん、40分ぐらいそのお菓子のセクションお菓子コーナーにいて、うん、もうめっちゃ悩みました。そうだよね、トップ20ぐらいの勢いで、うん、なんかこれもいいなみたいなとりあえず全部カゴに入れて、うん、5個決めたんですけど、うん、これ以外にもたくさんありますから。そうだね、皆さん一回ね、あの、うん、日本のスーパーに行って自分でトップ5選んでみてください、うん、そうだね、だからあのコンビニでも買えるんだけど、やっぱコンビニはちょっと高いんだよね、うん、確かにそうですね、うん、ちょっと高いし、この品数、うん、まあ、少ないので、そう、スーパー、大きいスーパーとかに行ったら、うん、もう止まらなくなりますよ皆さん、うん
ぜひね、こうね、日本に旅行に入ってとか、うん、週末ちょっとお菓子多く食べたいなって日本に住んでる外国人の方々も食べてくれたらいいんじゃないでしょうか。はい、で、はい、皆さんのね、トップ10も、ね、トップ5、皆さんのトップ5もできたら教えてください、うん、はい、はい、じゃあ今日はこれで終わります。はい、ありがとうございました。またね。またね。バイバイ。